二人一組を作っておくれ。一人で森に入って抜け出せなくなったら危ないからね。二人一組か、誰と組もう。よし、じゃあ最後ネジと組んでいきますか。一番心配なんだけどね。立花君、まだ誰とも組んでないよね。どうだい、僕と組むってのは。キサが最後まで余るってことあるんだろうか。それとも一番にネジが声をかけたんだろうか。いいんですか。もちろんですよ。楽しい夜にしようじゃないか。心配でしかない。それじゃあ順番にスタートしていくよ。絶対なんか企んでるよね。夜の香りがするね。時に立花君、君もし会うならどのタイプがいい。どのタイプというと。幽霊のタイプ、驚かしてくるタイプとか、追いかけてくるタイプとか。幽霊、精霊、妖精、妖怪、鬼に化け物、天使に悪魔、人ならざる者との出会いだよ。僕は何でもいいから会ってみたいね。いい題材になりそうだし、演じる時の参考にもなる。そっか、なんかある意味一番安心できるかもしれない。でもなんかどうだろう、クマとか出てきたら、なんかねえ。どうしました？噂をすればかな。え？あそこに不自然な白いモヤが浮かんでいる。人の形をしたモヤ。え、どこですか？ほら、そこ。見えません。そうなの？あんなにくっきりはっきりしてるのに。あ、消えた。まいったな。立花君にも見えるやつに来てほしかった。なんその冷静なんだ。いやいや、そんな本当に見えたんですか。何、疑うの。ひどい。私本当に見たんだから。それにしても何だったんだろう。順調だね。幽霊とか信じるタイプにはなんか思えないんだけど。そうですね。どっちかっていうとその科学寄りというかさ。さっきの幽霊的なものはどこ行ったのよ。そんな簡単に出てくるようなものでは。はあ、つまんないな。風？音が聞こえる。なんか今虫除けスプレー的な音だったような気がするんだけどザーっていう音よりプシュっていう音。どうしたの立花君、立ち止まって。音が、何かシューって吹き出すような音が聞こえます。だよね。なんだろうこれ。どうした。白いもや。白いもやだ。で奥には光。あ、白いもやが浮かんでいます。ゆらゆら揺れてる。ネジ先輩がさっき見たのもあれですか。どこ。あそこです。正面、木の間、音がする方。立花君、いくらなんでもその手には引っかからないよ。もっとうまいこと演出してもらわないと。え、もやなんてないし、音も聞こえない。音もですか。でも私にははっきり見えるし、音も聞こえる。どうしよう。これってあれかな、このもやはなんかそのシューっていうさ、なんていうの、煙幕というかさ、あるじゃん、そういうの出すやつ、スプレーみたいなやつ。近づくと逃げるがあるんだけど、俺近づくよ普通に。本当にもやが浮かんでるんです。行ってみましょう。分かった、君が嘘をつくとも思えないしね。こっちです、このまままっすぐ。多分ね、近くでしてる音の正体をね。あ、でも音の正体の方行ってんのかな。今もはっきり見えるの。はい、もやが煙みたいに下から上に動いています。もう少し、もう少しです。境界つくんじゃないか。は、どうした。煙突がついた機械がある。ええ、もうなんか新しいな。立花君、これね、温泉の源泉。温泉の源泉。
このホテルの源泉なのよ。浮かんでる白いモヤは湯煙。湯煙？白いモヤの正体はもうもうと立ち上る温泉の湯煙ってことさ。温泉の湯煙？ん？ネジ先輩、白いモヤ見えてるじゃないですか。いかにも。やっぱり通り道に源泉があること知ってたしね。もしかして最初に白いモヤが見えるって言ったのもここで私を怖がらせるための演出？肝試し満喫できたかな。騙されたんだ。いやー面白かったね。あーやっぱりなんかネジは幽霊的というか、なんかその人の手でね、しかもしっかりと驚かせに来たし、ってなると、まああのキサがなんか海ルートで取り憑かれたみたいになったのは、まあ取り憑かれてたとして鈴ルートのね、多分鈴ルートだったと思うんだけど、神父が出てきたじゃん、もう新しいキャラここに来てこの何夏休みの肝試し、唯一鈴ルートにね、神父が出てくるっていう。お疲れ様でした。あれはどうなんだろうね。あ、何？突然の全力疾走？やだ、とっても早い。日頃の訓練の賜物。まったく可愛い後輩だね。どうしようかな。全然想像つかないんだけど、ネジの水着イベント。なんか、ロマンチックになるとも思えないしな。肝試しの件もあるし、なんかやっぱ、驚かされるのかな。ネジ先輩はどうしてるんだろう。いや、立花くん。あ、もうすでにここで、びっくりさせられたけど。ちょっとお願い事いいかな。持ってきてもらいたいものがあるんだ。何でしょう。君がこの海で100年後まで残したいものを一つだけ持ってきてほしい。それじゃあ行くよ。よーいドン。え、あ、はい。いきなりだな。この海で100年後まで残したいもの。100年後まで残したいものを一つだけ持っていく。貝とか。いろいろ見て回ったけど一つに絞るのは難しいな。100年後残したいもの。あ、でも残したいなら触れずにそっとしておくのが一番だよね。なるほど。それなら持っていけませんって言葉を一つ持っていけばいいのかも。うん、そうしよう。なるほど。というわけです。いかがでしょうか。立花君はあれかな、一休さんか何かかな。違いました。君がこの海で何に一番価値を置くのか見てみたかっただけさ。手ぶらで帰ってくるとは思わなかったよ。でも面白い答えだね。うん、合格。おいで、ご褒美をあげよう。はあ、可愛いケーキですね。可愛い。かわいい。椅子の上であぐらかく。俺もこういう癖あるんだよ。今実際あぐらかいてるけど、椅子の上ってなんかね、足ブランブランさせられないんだよね俺。絶対椅子に座るとあぐらかいちゃう。かわいい。青いグラデーションは海、ケーキの上に散らばったクッキーは砂浜、まさに綾浜の海。この甘っだるいケーキを自然の流れで誰かに食べさせることが僕の目的だったんだ。え？見た目面白いでしょ、このケーキ。間近で見たかったんだけど、自分で食べるには甘そうだからさ。誰かに腹が空く程度の運動をさせて、このケーキが表現する海にも愛着を持たせて、いざ実食と。そういうことだったんですね。一休立花も見られたし、良い余興でした。気持ちいい。今なら誰もいないんじゃないかと思ったけど正解だった。
大きなお風呂に浸かるの久しぶりだな。照明ぼんやり照らす程度だから星がよく見える。心配だ。これから秋公園、冬公園、ユニベール公園と続くんだな。心配でしかない。鈴より心配だわ。ユニベールにいられるように頑張らないと。また驚かせられるんじゃないか。よし、誰かが来る前に上がろう。なんか動揺、なんだろうね、驚かないことがないよね、ネジといて。予想外のことしかしてこない。なんか鈴がさ、こう近寄ってきてさ、なんかこう、まあ、距離が近いのはもうそんなの予想つくじゃん。ネジはな、何一つ当たらないと思う、俺が予想したとこで。誰か入ってきた。どうしよう、見られたらまずい。暗いから肩まで浸かればごまかせるかも。体は手と足で隠して。おや、立花くんじゃないか。いやいや、これタオルなかったらやばかったろ。ネジ先輩、一番まずい人が来た。そうやな。こんな広いお風呂でそんなに縮こまってどうしたんだい。ほら、もっと大きく手足を伸ばして。僕はこんな大きな風呂に一人だったらダンスの一つでも踊っちゃうよ、こんな風にね。こけるんじゃないか。まずいな。しかし風呂に入る立花君というのはレア感があるね。あ、一緒に踊るのかと思った。先輩後輩の絆を確かめるべく背中の洗いっこでもしようか。まずいじゃん。なんか一番まずいじゃん。鈴には見られただけだけど、なんか触り合うのは。それはちょっと。おや、立花君なら喜んでと言って洗ってくれそうなものなのに。まあ確かにね、いつもネジの要求は断ったりしないからね。なんやかんや引きずり回されるというか、連れ回される。しないですよ。じゃあ僕が喜んでと叫んで君を洗おうか。どっちがいい。さあどうする。ダメだこれ。あ、背中流すっていう選択肢あるわ。怒りますよだったら多分引き下がるんだろうけど、背中を流すっていう選択肢ある。まあネジはこっちに背中向けてるしね。わかりました、背中流します。やだ、立花君本気。先輩ドキドキ。ネジ先輩が言い出したんじゃないですか。だって冗談だもの。いや冗談なのか。え、立花君先輩の言うこと聞きすぎじゃない。大丈夫。まあそれは俺も思うっていうより、いつもネジが強引にというかいきなりにというかね。そんなんじゃ怪しげな壺買わされたりしちゃうよ。なんなら売りに行くよ僕は。ネジ先輩。うそうそ。ネジ先輩に付き合っていたら何が起こるかわからない。湯煙に紛れて早く出よう。もう俺と同じこと言ってんの。全然予想がつかない。それじゃあお先に失礼します。はいはい、お疲れ様。ああ、そうだ。なんですか。僕が来て驚き恥じらう姿、ジャンヌ的でよかったよ。その演技しっかり覚えておくといい。演技じゃありません。ねえ。演技じゃない言っちゃったけど、なんかまあ女的振る舞い、ジャンヌなんかね、ジャンヌっぽかったよ。いや演技じゃねえしって言った。それ、いや女だしって言ってんのとなんか同じ意味のような気がするけど、ネジってどの段階で気づくんだろうな。もしかしてここで気づいたり。あ、立花君。あ、なんだ、なんか暗いぞ。ネジ先輩お疲れ様です。参ったな。え、僕の思考が君を招き寄せたのか、君の存在が僕を引き寄せるのか。どうかしたんですか。どうかはしてる。少しいいかな、話したいことがあるんだ。なんか深刻。またあの海に行った時みたいな関係あるのかな。はい、ど
どうしたんだろう。と見せかけてみたいな。愛しているんだ。はい？この感情が何なのか必死で探していた。ありとあらゆる言葉を並べてみたよ。その中に一つだけ僕の感情に重なるものがあったんだ。今口に出してやっぱりこれだと確信している。愛しているんだ、立花くん。そんな、どこにあったの、その伏線というか、きっかけというか、そんなドキッというか心情の変化起きるようなとこあったっけ。どういうこと。これまたいつものあれでしょ。なんかキサの反応を見たいとか、そういうやつじゃないかな。さすがになんかドキドキシーンがないよ。なんだいその反応は。ほら、はい、ちょっと俺分かってきたんじゃないか。なんか反応を見たかったんじゃないか。え、君愛してるの意味分かってる？本気で言ってんのかな。お、本気なのか冗談なのか分かんなくなっちまったよ、もう。あら、月が綺麗ですね。なんて回りくどいこと言ってないだろ。その例えもなんかね、分かる人がいるかどうか。僕が君をどれだけ愛しているか分かってないの？え、本当に。え、ガチ告白？人前ですげえな。そっか、男の子同士で熱いわね。ここカフェだったわ、全然見えてなかった周りが。ね、ネジ先輩、話が見えません。あと声が大きい。即興劇か何かですか。ほら、もうキサ常に俺と同じこと言ってるじゃん。ネジの行動が読めないとか、即興劇か何かとか。君は僕が演技してるように見えるの？僕の言葉に嘘偽りがないことは君ならわかるだろう。僕は君の才能を愛しているんだ。なんだよ、才能が抜けてんだろ。才能って言葉が抜けてんだよ。え、才能？そうだよ、一緒に海を見に行ったよね。はい。あの時君は僕の感情を汲み取り、涙立つ僕の心を優しく撫でて風邪一つない凪にしてくれた。そこで分かったんだ、君の目は形あるものも形ないものも全て見通せるんだって。そんなことはある。気づきは新たな発見を生んだ。その基地に飛んだ眼差しは僕が考えていた以上に舞台のため、クォーツのため絶えず動いていると。君は舞台に欠けているものがあれば自分の血肉を分け与えるように補う。舞台からあぶれているものがあればそっと手を引き、あるべき場所へと導く。そして舞台を最高のものへと押し上げていく。すげえ熱量だな。でもなんかネジの熱量がね、高くなればなるほど、あの親父の話を思い出してさ、なんかいつか枯渇するとかさ、いつかなんか生み出せなる時が来るかもみたいなの言ってたから、いちいち思い出すんだよ、そのネジが熱くなればなるほど。すごい才能じゃない。なのに君は周囲に対するリスペクトがすごくて、自分がどれだけすごいのか分かっていない。この僕がこれほどまでに愛しているのに、当の本人にその自覚がないなんて許しがたい。どうすれば君がその才能を自覚するのか、僕はずっと考えていたんだよ。そして決意した。何を。君が自分の才能を自覚するまで君の才能を口説き続ける。あれじゃないか、それがいずれキサをね、口説いてるに変わっていくんじゃないか。なんか実際今もうキサに惚れてて、その惚れてることを自覚してないのはネジの方なんじゃないか。ご覧、出た。君の才能がどれだけ素晴らしいかメモしてきた。読めねえけどな俺は。まずどれから話そうか。止めても聞かないんだろうな、俺も今思ってたところ。止めても効かないんだろうな。
どうやら観念したようだね。そういう察しがいいところも含めて君の才能であり、僕が愛さずにはいられないところだ。なんかよく回る下だ本当。周りの人もなんかねじって気づかないのかな。つまみ出されそう。でもただ流されているわけじゃない。君はどんなものでも受け止めることができる大きな器、それでいて人の視線を集める華やかな演者でもある。その多彩さゆえに君が進むべき道は大樹の枝葉のように複雑に伸びて僕を惑わせるんだ。迷いは僕が無知であると教えてくれる。無知を知ることで僕は新しい学びが得られる。君の才能は君一人だけではなく周りの人々まで成長させてしまうんだよ。わかるかい、この凄さが。すごいな。君の才能に形があれば僕は力の限り抱きしめてキッスの洪水を浴びせただろうね。どんな顔をしたらいいのかわからない。そうだ、どうしました？求婚だ。はい。君が女性だったら僕は君に求婚する。え、だってそうだろう。これほどの才能を世に残さなければもったいないじゃないか。幸い僕も天才と称される程度には才能を持っている。ちょうどいいだろう。一応まだこの時点ではキサが女だって気づいてないな。惚れてるのかもしれないけど、一応才能って言ってるけど、キサ自身には惚れてるのかもしれないけど、でも女だとは気づいてない。それって子供を作ろうってこと？と言っても、僕は女性を愛してしまったら父のように才能がなくなっちゃうかもしれないけどね。あ、そっか。だから女性っていう自覚、なんだろう女性っていう認識がなくて、だから今はもしかしたら愛してしまっているのかもしれないけど、キサはまだその女性っていう認識がないから、なんかあれかな、そこでなんかギリギリのラインがあるのかな。そこを認識してしまったらなんかプツンと切れちゃうのかな。そもそも君は男だからそんな心配はない。ここがユニベールで助かったよ。うん、キサが男だからなんか惚れてるという自覚がないのかもしれない。これは私が男だと思っているからこその軽口だ。私が女だと知ったところでこの言葉通りのことをネジ先輩がするわけじゃない。そう思うけど、女だと隠すのはユニベールにいるための必須条件だった。でもネジ先輩に余計な迷惑をかけないようにするためにも隠し通さないと。ちょっと橘君、聞いてる？あ、すみません、ちょっと考え事を。聞き逃したんだね。だったら最初から語ろう。愛しているんだ。この感情が何なのか必死で探し。それはやめてください。チッチを演じるのに必要なのは女であるということか。でも私は女だってことを隠すことでここまで来た。それが習慣づいて女性を演じようとするとブレーキがかかってしまう。それに全力で女を演じたら私が女だってことがバレてしまうかもしれない。何か上手い演じ方はその場しのぎのものをやったところで意味がない。そんなものネジ先輩に見破られる。ただ女をね演じるだけじゃないもんね。まず男の子を演じて、その男の子が演じるジャックかジャンヌを演じなきゃいけないからね。そこは難しいんだろうな。ただ女の子を演じたんじゃ、それはただねキサ本人でいることになるから、女ってバレるだろうし、まず男の子としての皮をかぶって、その男の子としての皮をかぶった状態でジャックかジャンヌを演じるから。ネジ先輩、女、
じ先輩は女性と関係を持つことで才能を失ったお父さんのことが常に頭にある。だから女性を避けてユニベールに入学した。そのユニベールに女がいたなんて絶対バレるわけにはいかない。ここにいたんだ。あ、ネジ先輩、お疲れ様です。今時間ある？ハベンナのことで少し話がしたくてさ。ハベンナ、チッチのことですか？うん、ほらおいで。あ、なんか今日は落ち着いてるね。落ち込んでるわけじゃないんだけど落ち着いてる。うん。オーラマ・ハベンナの稽古が始まって間もない頃、チッチを演じる上で一番必要なものが欠けていると話したね。はい、それじゃあチッチになれないと。あの時君は何が足りないのか全く分かっていないようだった。でも今は知っているよね。女を演じるということです。ああ、そうだ。まず絶対に忘れないでほしいのは、僕は君の才能を認めていて、君ならチッチを演じられると信じていることだ。でも君は同じ場所から動けずにいる。すみません。だから引き出そうと思う、僕が。え？え？田中右の手を取って一発で女を引き出してもらったのと同じようにってことかな。それをネジができるってことかな。いつもの即興劇だ。君には女を演じてほしい。僕は男を演じる。男として女の君を口説き求める。え？抗ってくれてもいいよ。僕は君を抱くつもりでいく。ええ、ええ、それ何、抗わないと抱かれちゃうってこと？待ってください、ネジ先輩。僕の可愛い人、十分待ったし言葉も尽くした。もう始まってる。でも君は僕を見ようとしてくれないし、僕の言葉を信じない。今もこれが演技だって思っているんだろう。だからもう言葉は使わない。僕の体で君の体に思いを浸すよ。これは演技だ。演技だよな。演技だからこそ。演技でいいんだよな。今目の前にいるネジ先輩は本気で私のことが好きで、私を女にするためなら何でもしてしまう。ネジ先輩。コクト。え？コクトと呼んで、ずっと羨ましかった。君に名前を呼ばれている人たちが。そっか。三年生、他二人、フミやカイは下の名前で呼ばれてるもんな。そういやネジだけか、3年生の中で名前で呼ばれてないの。呼んでよ、その唇で僕の名前を。キサ。ネジ先輩の顔が近づいてくる。演技だよな。どうしよう。え、何、受け入れるとかいう選択肢あるんだけど。え？どうしよっかな。受け入れようか。じゃあどんな時もネジ先輩のことを受け入れてきた。だったら今も。逃げないの？先輩に無理やりキスされちゃうよ。それとも僕が辞めると思ってる？思っていません。逃げないから無理やりではないんじゃないかな。だからといってネジ先輩がどこまでするつもりなのかもわからないです。でも
私はネジ先輩のこと拒絶できない。ネジ先輩が私を避けるように身を引いた。ネジ先輩、何今の。え、僕に何をしたの。だってうちはそんなはずは。いや、危なかったね。危なかったね。まあ危なくしたのはあなたですけどね。あと1秒で服を脱がせるところだったよ。おまわりさん、ここです、僕ですよ。知ってたつもりだったけど、僕って本当モラルないな。やめやめ、来い来い。気づいたのかな、この言いよう。ちょっと気づいたのかな。男の先輩に狭い部屋に連れ込まれて挙句キスされそうになるなんてトラウマになっちゃうね。いや、そんなことないか。いつものネジ先輩。申し訳なかった。なんかもう殴ってくれ。殴ってから許す。またなんか今回変な二択が多いな。殴ってから許そうか。歯を食いしばってください。できれば顔以外でお願いします。これでも舞台に立つ身なので。わかりました、じゃあ失礼します。いたいい拳じゃないか。これで許します。ありがとうございます。今日は変なことに付き合わせてすまなかった。アルジャンヌの足を引っ張ってしまったよ。立花君、僕は本当に君ならチッチができると思ってる。僕が愛してしまうほどの才能を持った人なんだから当然だよ。何かあったらすぐ聞いて。こんなことやった後じゃ頼りがいないだろうけども、きちんと答えるから。ネジ先輩がそう思ってくれてることはちゃんと伝わってくる。わかりました、何かあったときはよろしくお願いします。いや、まさかな。え、これやっぱバレてるんじゃない。